はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。今日は四ツ谷のスタジオで歌のレコーディングがあるということでね、録音の模様をお送りしたいと思います。行ってみましょう。なーい、わかんない。顔が笑い、笑い、笑けて可愛い。初めて言います。めっちゃ可愛いんだけど、なんで初めて。切ってもらった方がいいか。いや、これはこれで味がある。うんうん、何の味？似てない感じですね、多分。B 全体、全体、B 全体とサビのグレースとスペースっていう。アンナさん、じゃあドーピングして頑張ってください。できます、アンザさんなら。もうちょいです。いいの取れてます。ちょうど言いづらいとこなんですよ。ガナとかとかで薬いいですよ。当たってるのあった？ここ多分いいと。当たってるのある？当たってるのは全然ある。うん、あ、本当？あるよ。あった？いや、一個もないんだろうなと思ってたから。普通にうまいっぽいのはあるから。あ、じゃあやってくれる？あとは何がやる？それそこで遊べてないアンザさんが本人的に嫌なんだろうなっていうぐらい。酒が抜けない。これは楽しみだ。野口さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたコーラスは？なんか疲れました。急に急に体使いました。そんなにやってないでしょ。いやでもですね、急に肺を、はい、フルで動かせみたいになったので、体が今びっくりしてます。寝起きで 100m ダッシュ。そうそうそう。でも急なあれでしたけど、いい感じでしたよ。ありがとうございます、はい、なんかね、ただ喉気をつけてくださいね、はい。レコーディングで2終了しました。お疲れ様です。あら、アンザさん声が、いや、ちょっと今日は難題な曲だったので、難しかったですね。メイン曲だったんで、ちょっとライブ開けてすぐのレコーディングだったので、ちょっと私も、年もあったんで、ちょっと回復力が遅くてですね、はい、ちょっと回復力がなく間に合わずにやってしまいましたけども、まあなんとか、はい、まあ一応なったのかなとは思ったんですけど、うん、まあ良いパフォーマンスでした、はい、ね。なんとかなったんだったらいいんですけどね。いや大丈夫、バッチリ。なるみさんもね、いい歌歌ってましたんで、まあ、負けじとちょっと、ね、はい、メローな、そうです、メローな曲じゃなかったとは思うけれども、メローなね、なんかおしゃれな、はい、コーラスが、ヒップホップ、うん、いやそんな曲ないですけど、うちにはね。まあただやっと今5曲、はい、取り終えましたかね、うん、はい、5曲。まだまだあと、まあ、ちょうど折り返し地点ですけども、頑張りたいと思います、はい、まあ、倒れないように頑張っていきたいと思います、はい、生きてられることを祈ります、はい、また次回レポートします、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。頑張ってくださいね、アンダーさん。